なんか将来的には対人も考えてるって言ってたけどな、どうなるんだ。対人となると対人ってアタッカーとディフェンスだ。それともどっちのチームが生き残ってます長く残るかとかそういう感じのやつしか思いつかない。だってあれあるあのなんだっけねメタルギアオンラインあんな感じになっても意味ないから同じだかぶるよし終わろう終わります。